天気良かったらな。これから良くなりますから。良くなる。予報では。お。知床で天気いいといいな。いや本当ですね。だいぶちょっと明るくなって元気ですよ。元気でございます。オホーツクの。おい。ラベンダーのメッカでございます。ラベンダー畑とオホーツク海一緒に楽しめる唯一の場所でございます。素晴らしい。僕ラーメン玉畑なんだ。そうなんでございます。ホーツク流氷公園ということで。あーすごい。さあ右側は空港でございます。おー、ホーツク門別空港という、1日にね、うん、本当に数えるほどの飛行機しか発着いたしません。しないと。そういう空港もあります。すごいな。ゆでカニ食べて。ゆでカニタラバ毛ガニズワイカニ弁当、うわ食べたい。なんかねテイクアウトでそういうのがあるんであれば、うん、ねいいですよね。紹介しましょう。これからの工程をご紹介いたしますと、おい今紋別市にいますが、おい次は湧別町を通りまして、サロマ湖を左に見ながら進んでいきます。あサロマ町、そして北見市のところを経て、うん、網走市に行きます。網走だ。はい、湖もねいくつか見れるので、うん、まあ、サロマ湖、そしてノトロ湖、ノロロコ、ノロロコそして網走湖。網走湖は、今回のルートだとちょっと見えないかもしれないですけど、東仏湖ですね、うん、はい、いっぱいある。こういった湖を見ながらですね、はい、これから道東は結構湖も多いですから、おそういった風景も楽しみつつ、いいですね、行けたらいいなと思います。うん、網走市を過ぎると越水町、斜里町と言って知床に入るわけではあります。おー入る。さあさあさあ湧別町に入ってまいりますよ。おっしゃー、おっしゃー、入った。いやこれはもう前回よりしんどいかもしんない。全然しんどい、前回の旅よりしんどいですね。トトロがいるよ。あー本当だ、かわいいトトロだ。なんかちょっと痩せてました。痩せてました車も増えてまいりましたね。オービスがありますよ。制限60 、ね、やっぱ天気も体力を奪っていくな。天気もね、これ晴れてるといいんですけどね。ねお湧別川、湧別大橋、空気の入れ替えをして、はい、車内もね、いよいよサロマ湖も近づいてまいりましたね。はあ、さあ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 、これですか？これですね。この右、右に網走、縁がね。さあ湧別といえば、はい。巨大なチューリップ畑で有名でございまして、日本でも有数の面積を誇る、春になるとですね、色とりどりのチューリップが、チキンカツサンド、おいしい全然ご当地のものでも何でもないっていう普通にセブンイレブンで売っているうまいサンドイッチでございますね。
もう走ってますから、夜通し走ってますよ。今だってもう562キロ走ってます。わお。そして7時になる。うん。気温10度ですって。涼しいですね。